島大隊長、お久しぶりです。お久しぶりです。もう回ってました。固定お疲れ様でした。ありがとうございます。ご協力いただけて助かりました。いや、本当にありがとうございます。大反響だったじゃないですか。いやーもうね、すごいですね。あんな東京ドーム3周人が並ぶとは思わなかったです。そんな並びましたっけ。はい、整理券がね。ということで、はい、無事にこのタングステングレーブですね、ユーロの、はい、備えてきまして、個展でも展示させていただいて、大変ご好評いただきまして、無事にもうお届けができているというところなんですけれども、これね、実は今手に持っているものが続編でございます。そうなんです、はい、これ見えますかね、この歯のところ。映るかな、映ってます。お待たせしました。これ 0.125mm です。はい、 0.125mm、はい、作ってます。これちょっとご要望が多かったので、はい、そうですね、結構やっぱご要望いただきましたね。そうですね、おそらくなんですけども、うん、0.125 で彫って、はい、サフェーザーとか塗料の塗膜で若干埋まった時の仕上がりが 0.1mm になるっていうことで、この径をご愛用なさっている方が多いのではないかと、はい、なるほど、うん、いうことで、これマストでしょうねと、ほうほうほう、いうことで作っていただきました。させていただきました、はい、で今ちょっとここね、この筋、はい、掘ってみました。はい。はい、ね、綺麗ですね。すごい綺麗に。綺麗に掘れてます。で、こうあんまり力を入れずに、このね、ブレードの重さプラスちょっとぐらいかな。はい、で、こう何度かこうやっていくとですね、このようにビシッと、はい。素晴らしいですね。行くわけですね。でちょっと軽くね、はい、400番の。これはあれですか、もともとのサイズは144ですか ?144 ですね。今ね、削ったんで、はい、この方が見やすいかな。中にね、粉が入って。はい、見やすいですね。はい。もうやっぱ、144だと、この、特に 0.125 ぐらいの筋が適正。なんかちょうど良さそうですね。なサイズ、サイズ感ですね、太さが。あれか、やっぱ塗装するとある程度埋まっちゃいますもんね。ちょっと入りますからね、うん、どうしても144のちょっと細めの筋、うん、なんかやっぱ125ですね。いいですね。まあこの辺りね、好き好きで 0.15 なのか 0.1 をお使いになるのか、はい、好みもあれどですね、はい、これまで発売したものに対して、はい、刃先のね、研磨精度であるとか、うん、強度とかっていうのは全く同じなので、はい、普通に良き刃物でございますので、はい、ありがとうございます、はい、こちらもうしばらくお待ちくださいませ。はい、はい、そして、そうですね、じゃあもう販売して大丈夫そうですかね。大丈夫ですね、これね、うん、いいと思います。はい、もちろんこの刃先でも、はい、ね、もう一つの売りであるこのカンナ掛け、はい、研磨精度は同等ですので、はい、この使い方もできますよと。これ皆さんぜひ真似してください。もうやってください。はい、結構これペーパーでね、全部の面当てていくと角が丸くなっちゃいがちだし、いや難しいですよね、うん、ペーパーで難しいっていうのは時間かかるんですよ、はい、うん、うまくやるのにはね。なのでこれで済むところはこれで済ましちゃうのも、はい、良きだと思います。おそらくね、ちょっと感動するぐらい切れますので、一度お試しいただきたいと思います、はい、で 0.125 だけを作ったわけじゃないんだよ、はい、皆さん行きましょうか。 0.3 も多かったですね。多いですね。で 0.4 0.5、はい、0.5 で 0.6 0.6、この5種類が第二陣としてですね、はい、今ご用意が進んでいるところ。そうです、はい、ね、はい、品質は確認させていただいて、はい、はい、
で、まあ、ちょっとこの動画の後に栗山さんに10時間ぐらいこうぶっ続けて磨いてもらうかな。またあの OK が出るまで地獄の全品検品が始まる。はい、はいでね、特に僕は、はい、この中でも 0.3 とか 0.5 っていうのは、うん、あのプラ板のね、はい、この厚みに対応しているので、はい、これであの下水掘ってこれを刺すみたいな、はい、加工するときにねもうマストなんですよ。ほうほうほう。で間のねこの4とか6は、はい、まあ、いわゆるこういうキャラクターモデルのもともと入ってる、はい、おこういうねおこういう径になかなか入ってますねこれ、はい、こういうものをですねもう一回掘りたい時にどれかなみたいなのでこう、はい、当てたりとかしてですね、うん、近いところで掘り進める。あこれがちょうど3ぐらいですね、はい、うん、なのでこれ例えばもうちょっとパキッとしたいよっていう時にこう該当する幅のものでこう掘っていくとですねシャキッとするわけですよ、はい、ね、こう溝の中に刃先を入れて軽く引くだけでどうですかこっちに比べてちょっとシャープになった感じが、うんうんうん、こういうことの積み重ねで塗装しても鈍くならない、はい、こっちは 1,2,5 でいいのかな。こうね、それともう一個これ0.1 ですね、はい、あごめんなさい 1.0 1.0 でこんなことやって、うんうんうん、こっちにもこんなことやってそうするとこれ1ミリの、はい、今下溝が掘れました、うんうんうん、でここにこいつらを結ぶように0.125 でまずちょっと毛がいときます、はい、そうするとなんかこれでっかいもんですよ、うんうんうん、これ20メートルぐらいあるロボットなんでね、はいはい、でこういうものを掘っておいてこれのみのようにちょっと一段掘り込む、うんうんうん、この辺のテクニックはちょっとまた別途深掘りして動画を作りますので、うん、はい、皆様ぜひお楽しみにまあサイズが増えれば増えるほど表現の幅が増えると思うので、うん、いろんなことができますね。まあ、ね、具体的にこうどういったことができるのかっていうのはまあおいおい動画内で触れさせてもらおうかと思います、うん、まあ、取り急ぎはあのラインナップラインナップ増えましたよ。はい、ぜひご期待くださいって、はい、でまあ相変わらずカンナ推しなんですけど、はい、カンナ推しますよね。カンナ綺麗ですね。みんなカンナだけやってくれてるのかな。いや結構、ね、気になるな。結構ツイッター見てるとね、はい、あの試しにカンナやりましたみたいなお声は ありました。ありました。すげえ削れると。嬉しいですね。うん、ね、もちろんあのカンナ掛け専用の道具みたいなものも世の中にはすでにあるんですけれども。うんうん、これさえあればすごいね。いや本当に綺麗に面取れますね。でしょ。これ絶対平面出てますからね、うん、あのこうガタガタさせない限りはピタッと当てて、はい、押すなり引くなりするだけで、うん、これ綺麗な、うん、最後フィニッシュでね、はい、600番ぐらいで磨くともう軽く鳴らしてやると、うん、もうこれでサフ吹けるぐらいの、うん、面にはなってるはずなんですよ。ほら、十分綺麗になりました。はい。うん、ちなみにあれですよね。やっぱあのこれで面出さない場合って240ぐらいから磨き始めるんですか。そうですね。240、うん、ひどいものは180ぐらいなんですけど、ゴリゴリに削ってこのぐらいのサイズだったらそうですね。200、僕もやっぱこの240スタートぐらい、はい、からでしょうね。400、600っていうのの240、400をこの、うん、省略できるから数秒で、うん、できてしまうっていうのは結構強烈ですね。で今ここやったじゃないですか、はい、本当にまあこっちもやればいいんですけど、うん、
特にこういうところも、そこっすよね、難しいですよね、そこヤスリで作るの。そうなんですよ、あのよれるでしょ、うん、これでやるとまあまっすぐなもんを当てて削ってるんで、うん、まあ綺麗にいきますよね。なのでちょっとしつこいかもしれないですけど、ぜひこの、はい、面出しはタガネなんですけど、ぜひ面出しで使ってください、うん、一応9月中旬ぐらいに中旬ぐらい、はい、販売できるようにしたいと思います、はい、なので、はい、多分例によって LINE のお友達登録しておくと、はい、ご案内が通知でいくという、はい、お見逃しがない形が取れるのかなと、はい、でまあ他にもあの既存のラインナップで 0.075、0.1、0.15、0.2、はい、1.0 っていう結構、まあ、スタンダードなラインナップが揃ってますので、そうですね、あのこちら、はい、こちらがまあ何基本セット的な、ね、はい、なので、まあ、ある程度あのこちらのスタンダードなものをあの揃えた方が多分次に必要になってくるものなのかなと思いますので、はい、まあこのデューロスタンド、こんなに穴がいっぱいあるので、そうなんですよ、まだまだまだ入ります。はい、初め5本しかなかったんですけど、はい、ここまで埋まってくると、うん、かなりツール感が、はい、気持ちいいですね。まあ、で実際今いろいろ動いてるものがありますので、その辺もぜひ皆さんお楽しみに、はいはい、ということで、じゃあ引き続きよろしくお願いします。はいはい、よろしくお願いします。緩くてふんわりなところですね。